でも、俺、うん、俺 G20 行ったんですけど、あの遅刻したよ。あれのおかげでコンプラ検証来ないっていう事件発生した。でもあれありますよ。でも G20 の時にそもそもなぜコンプラ研修をちょっと、いやでもそれはほんまそう、ちょっと なんであっこにあっこにしたんですか、あのコンプラ研修の、うん、G20 情報が遅かったんじゃないの、あっちが、そう、あっちが、そうですね、明け道笑ってたから、一応安倍さんは結構、まあ一応謝ってたんですけど、カノアさん今度飲めたいって言ってましたけど、あ、終わり、え、今なんか聞いてるんですか、なんかやってるんですか、いや、それやりますよ。何仕事ですか、何してんすか、多忙なユキリルの。ケイセイさんです。ユキリル、またユキリルですか、これ、ほとんど人の予定見れるんですか、これ。じゃあ、ユキリルの予定から一旦確認して、僕らがチェックしてあげます。あの、スケジューリングに。ユキリルさんハワイ行きますよ。ユキリルハワイ行くやん。えハワイ、ユキリルハワイ行くんやん。何ハワイ行く、何しに行くんや。私、レッシュをパカンスで。何パカンスルーティンしに行くん、ペッチャしかもあの案件動画、あれ可愛せたら、いやほんまあれ可愛せた、あれほんま可愛せた、あれマジでやってた、あれはほんまに言っとくけど、ほんまに何も奇跡ですね、あの俺ら奇跡の確率もそうけど、あれ結構奇跡やった、あれは奇跡よマジで。でも雪のハワイ行くやったら全然僕らも行きますけど、今回は逆に合わせに行くっていう、あ逆にな、合わせに行くっていう説もありますけど、全然それあるな、全然もうノリでね、俺らもちょっとハワイノリで行くか、遊んでなんかそれでもう雪犬がハワイ行くから、それを俺ら先回りするみたいな、はいはいはい、マジでやるのこれ、ビン教えてあげましょうか、雪犬さんの、マジっすか、先について待ち伏せするみたいなのがよくないですか、その方がいい、この時間より、いやもうあるか知んないですけど、早いやつ乗れば、何時、安倍さん誘います、そう、空いてればマジでブラック証券これマジでブラック証券いやでも一旦アキエさん通さないとダメなんで、アキエさん通さないと、確かに、え、もう瓶取れました、瓶取れました、あ、じゃあ行こう、早っ、仕事早っ、次の仕事早っ、はい、まあというわけで、じゃあ今回の企画は雪見のハワイで先に待ち伏せしてみた、イエーイ、はい、今更企画を言ったんですけども、まあまあそんな感じで今のね会話の通りでございます、はい、もう本当にゲリラでね、急に決まるやん、急に決まりましたね、はい、ということでじゃあ今からねハワイに行っていきたいと思います、せーの、メイキバスボーイズワイキキハワイ待ってろよ。7月16日、というわけで、雪犬を追いかけて3000里、あ、はい、大丈夫ですよ、はい、ここ2名です、付き合ってないですよ、僕大丈夫です、何を言ってんの、はい、ということで、そう、俺の方が若干早く着くようにね、あのマネージャーさんにね、あのうまいこと本庁守護戦をね、まあ、やってもらったんですけども、お互い、俺は病み上がりで、デンガーさんに関してはまだまだ真っ最中って、そうなんです、でもそれでも先回りしたいんや、そんなんどうでもいい、うん、風とか俺らの心の中にはモンスーンが吹いてるからねはい、ということで今からね、ハワイに行って驚かしたいと思います、なんでこんな体調でハワイ来てんの、これほんまにアホやろ、はい、ということで皆さん、ご覧の通りちょっとデンガンさんがね、あの真面目にちょっとあの体調がえぐいということで、フレディ・マーキュリーに癒された、ええよって言われたら俺ええよって言ったし、俺ちゃんと皆さん発見しました、コードネーム YK を発見、黒のコートにマスクを着用している模様、てかまさ奇跡すぎんてか、今のよくあったな、今のよく分かったよな今俺、うん、マジ奇跡なんですけど、尾行を続けます、はい、そろそろ来ると思うよ、ね、はい、20分は待ってる、来たって絶対あれやん、いた、悠長に動画撮ってる、絶対あれやん、見られてる、まあ全然見られたせいなんだな、しかもさ、俺さ隠れるっていうのに向いてない、そうだよね、逆にでも堂々としてる方が逆にいいかもしれない、もうこれサムネや、
ったなったなったなった行くぞ行くぞ行くぞ視野狭すぎや。アラモアナ行くらしいです。まあバレるよと思ってきたけどさ、全然気づかへん。なんかデンガンさんは意外と現地住民に見える。あ、そういうこと。マジで。そういうこと。でもまあでも髪色もまあ。髪色もこんなやつ。わけわからん。何もでもいるやろ。わけわからんけどまあおる。でもおばあちゃんに、うん、私もそれぐらい盛りたいんやけどどうやって持ってるんって言われて。そういうことじゃないんやな。どうやらカフェに入った模様。いました、あそこにやつがいます。いた、いました。私トイレに一回行ってきたいと思います。ミッション2、あのインスタ映えの壁に決めポーズの作業員。マジ誰やねん俺ら。ハワイ来ました。はい、どうも派遣社員です。派遣されたらハワイに行きました。またやばい、どっか行っちゃった。やばい、どっか行っちゃった相当怪しいよね。相当怪しい、ちょっとライトになるこれ。相当怪しいお互い。あ、今行け、チャンス。行け。あ、止まった。出るぞ。来る。はい。あ、ゆきりぬ。もしもし。どこおる今。今ハワイにいるよ。あ、そうなんや。その50メーター後ろに俺以来いるんやけど。怖い。じゃあねー。バイバイ。じゃあね。次でとどめを刺すぜ。これやるためにハワイ。いやほんまに。まあでも。まあ夏休みなんでね。やばい。掃除しろ。ないやねそれ。やばい、消えた。行くぞ。そう、お前早く行くぞ。そんなんやってる場合じゃないの。目いってるお前。プロ。もう一応自撮りしてる作業員やからね。いるからね、たまには。でもさ、言うてユニバにさ、作業着みたいな、つなぎみたいな、おそろコーデしてるやつおるから。言うて。じゃあ、あと次で、もう最後にしたいなっていう。はい、行くぞ。それで最後のレクイエムを始めよう。いい感じ。勇気で。怖っ。
え、伝言さんもいるし。僕伝言じゃないです。誰じゃん。誰作業員です。じゃあ作業員です。じゃあ派遣です今。疲れた。疲れたわ。ほんま疲れた。結構でもずっといたからね。もう、バスも。カフェも。え、カフェも、あそこの。もう疲れた。やば。もうとりあえず任務果たしたんで、僕らはもう帰って寝よ。一旦。ほんま寝たい。じゃあお疲れ様です。お疲れ。じゃあ俺の。バイバイ。けなげ。